GM エンギン Q は、プロヒップホップダンサー、俳優、DJ ラジオパーソナリティとして、自身のラジオ番組トリプル Q を生放送中。自身が代表を務めるファットフィールドクリエイターズにて、デザイナーウェブデザイナー、映像クリエイターとしての顔を持ち、自身のストリート系、ブランドストリートレベルニューヨークのオーナーデザイナー、京都府舞鶴市出身。 1993年単身アメリカ・ニューヨークへ、都米。中心地、タイムズスクエアを中心に活動する、ストリートダンスチームブロンクス・ブリーズチームのメンバーとして、本物のストリートパフォーマーとして活動を開始。国内唯一の b ボーイ世界大会、ダンスダイナマイトワールドグランプリの立ち上げから参加し、チーフディレクターとして、大会運営に深く関わる。 アメリカの三大ネットワーク TV、ABCTV の番組にも取り上げられる。その後、ブレイクダンスチーム、フルサークルの立ち上げメンバーとして参加。パートナーであるロッキン、ダンサーバムバムと共に1996年に、ロッキンポッピンスタイルのダンスチーム、ソウル・マジェスティックを結成。1997年、ロサンゼルスで、ザ・ブレイクスで有名なカーティス・ブロー。 ニューヨークシティブレイカーズと共にバックダンサーとしてパフォーマンス。1998年、ニューヨークシティブレイカーズに日本人初の正式メンバーとしてメンバー入り。その他に数々のパフォーマンス、TV 等に出演。ヒップホップカルチャーを作り上げてきたグランドマスター、カズヤ・リー等などのオリジネーターたちから、You アーヒップホップと呼ばれ、ヒップホップの称号を受ける。 ダンサーのみならず、役者として1995年にアメリカインディペンデント映画再三ダンスに正式出品された作品スリーピーヘッツに出演。その後オフオフブロードウェイミュージカルフェブラリーや東京ローカル番組 NY5 などに出演。1999年に 自身のストリートブランド、ストリートレベルニューヨークを立ち上げ、オーナーデザイナーとして、ファッション業界にも参入する。2001年、アメリカ同時多発テロ事件直後に、インターネットラジオステーション、ブギウギカフェを立ち上げ、ニューヨークから生の情報を発信する。2005年に、ニューヨークを離れ帰国。京都府舞鶴市にて、新たなインターネットラジオステーション M チャンネルを立ち上げる。 2007年、本拠地を名古屋へ移し、ダンス活動も本格化。名古屋の若手ダンサーたちとコラボレーションを行い、クリエイティブダンスユニット、NEC を結成し、DMC ジャパン2007東海地区大会にて、パフォーマンスを行う。エンディン級自身初となる、ミックス CD、テイクステップス・ツアーズ・ストリート・レベルを発売。b ボ o イの世界大会、ダンスダイナマイト・ワールド・グランプリの、 チーフディレクターとして大会の立ち上げに参加。2008年4月ゼップ名古屋にて行われたイベントビッグウェーブにて NEC としてダンスパフォーマンスを行う。5月 NEC にて昨年に引き続き DMC ジャパン2008東海地区大会にてパフォーマンスを行う。6月ストリートブランドストリートレベルニューヨークを本格的に再リリースをスタート。10月 ダンスダイナマイトワールドグランプリのチーフディレクターとして参加。2009年10月、ダンスダイナマイトワールドグランプリのチーフディレクターとして参加。2010年8月、上海万博にて行われた名古屋市ウィークのオープニングイベントにおいて、ストリートダンスミュージカル、英雄が愛した姫から3番層マイナスの演出、脚本、出演を行う。2011年1月、 ファットフィールドクリエイターズを立ち上げて独立し、デザイナーダンサーとして、その活動範囲を広げる。2012年4月より、瀬戸市に所在地を置くコミュニティ FM、ラジオ3区において、OG ラジオプログラム999のパーソナリティとして、1時間の生番組を担当。2012年4月より、終わり朝日市に所在地を置く、ダンススタジオ、ブレイブカーレッジ、ブレイブカレッジにおいて、 ダンスレッスン、アドバンストベーシック・フォー・ストリート・ダンスを開講。2012年9月瀬戸市界隈で開催された、招き猫祭りにおいて、ダンスレッスン、アドバンストベーシック・フォー・ストリート・ダンスの生徒たちの、ダンスパフォーマンスを構成、演出。2013年2月より、ダンススタジオ、ブレイブ・カーレッジ、ブレイブ・カレッジにおいて、ダンスクラス、ストリートグルーブ、ボディソーソウルを開講。 2014年2月全国ワークショップツアー2014を開始。国内最高峰のヒップホップファミリー、グルーブマスターを襲名。2014年7月愛知県公認ご当地、アイドルグループ、OSU の新曲、ガンガンダンス、大空へ、ジャンプの振り付けを担当。2015年9月日本テレビ系列、金曜ロードショースペシャルドラマ、磁石男2015に、 青年団役にて出演。2016年2月映画、タクシー野郎商店ご面に、ジョニー役にて出演。2016年10月映画、闇金牛島くんファイナルに、ローム社役にて出演。2016年10月映画、タンヤに、カフェオーナー役にて出演。2017年1月マーティンスコセッシュ監督作品、沈黙、サイレンスマイナスに、 一世を尾形演じる井上地区子守るの随行員役にて出演。2017年3月映画、ドブ川番街地に土川志郎役にて出演。2017年10月映画、ダイナマイトソウルバンビーに虫偶役にて出演。2018年3月スター育成、ガチンコドキュメンタリー、ガチ団にダンス審査員として出演。 2019年3月 JA 全農広島 CM 広島和牛元成り CM に元収益にて出演2019年10月自主制作映画プロジェクト9組を立ち上げる2020年6月ハットフィールドクリエイターズの事業に新たに映像制作事業を加えるありがとうございます